はい、皆さんこんばんは。水曜日7時を回りました。ヒッティングチャンスの時間です。今日は12月21日、旧暦というと今日が冬至、トゥンジーですね。はい、こちらに向かう途中、私ジューシー食べてきました。トゥンジージューシー、皆さんも召し上がっているでしょうか。さあ、ヒッティングチャンス、今日は290試合目、今日が今年最後の放送となります。はい、今日予定してたお客様がですね、ちょっとご家族にインフルエンザが発症したということで、残念ながらこちらにお越しいただけないということで、今日は、池端遠征さんとお二人でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ヒッティングチャンスも、いよいよ6年目の、年越しということで、おかげさまで290試合と、はい、お客様も2100人を超えました。すごい我ながら、いや本当にすごいですよ。この、はい、FM 小座がこちらに移ったのがもう4年前になるので、はい、もうそれよりも前から続いてるということですか、ね、パルミラ通りのスタジオの時から始めましたんで、はい、まあ私、武将な私がよく頑張って続けてるなと我ながら不思議なんですけど、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日は、この今年1年を振り返って、いろんなお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社やフソ工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。はい、こんばんは。はい、ヒッティングチャンス290試合目です。12月21日、もうすっかり日が暮れて、明日明後日いよいよクリスマスという年の瀬迫ってきました。
はい、野球、学童野球の方でいきますと23日金曜日から、名護の方で、県大会が行われます。古賀杯、県大会32チームが、優勝を目指して頑張ります。で、沖縄ブロックの方でいきますと翌24日から、かりゆし学童軟式野球大会ということで、これは、24日から3日間沖縄市北谷町を中心に行われます。48チームですかね、九州からも20チーム近く参加していただいて行われますので、ぜひとも足運んでいただきたいと思います。小田新金スタジアムの方で主会場として大会を行われますので、ぜひともご覧ください。よろしくお願いします。今年は遠藤さん、小田新金スタジアムで8月の20日に、はい、FM 小座がスタジオから飛び出して決勝戦の実況中継と、はい、初の試み、はい、させていただきました。小座新金スタジアムの本部席に機材運び込んで、はいはい、2時間でしたね。そうですね、11時から13時まで、緊張の2時間でしたけど、なんとか、無事終わることができました。はい、まあ小座信用金庫さんにスポンサーになっていただきまして、本当に、滞りなく行うことができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、エンさんはその時はスタジオで、はい、スタジオの方でちょっと中継係 で、うん、はい、で当日は、FM 小座スタッフのイラミナ関が実況の方に、うん、はい、一緒にさせていただきました。やっぱり僕ら野球のことは多少分かるんですけど、放送のことに関しては素人なんで、はい、あ、力強かったですね。ああ、うん、そうですか、よかったです、はい、自分たちも、実況中継というのが初めてでしたので、はい、いろいろと不安な面もあったんですけど、うん、いざやってみたらなかなかうまくいってちょっと安心と、ね、もう安堵がありました、ね、ぜひ、来年以降もやりたいなと、はい、またありましたら、はい、ね、ぜひよろしくお願いしま す。あれですよね、エイサー祭りの時に、はい、陸上競技場の近くにブース作って、ね、あ、はい、やってますよね、はい、ああいった感じで、これからも飛び出していければなと。結構あれですか、やっぱり機材運んだりいろんな、何ですか、回線っていうんですか。ああ、はい、準備が大変なところがあるんですか。その時々によりますね。もううまくいく時もあれば、まあちょっと手こずることもありますけど、それでもなんとか今までうまくやれてきています、はい、うん、そうですね、もう皆様のご協力のもと、あれはもう私としてももういつかやってみたいなというのはあったんですけど、はい、実現してみると本当にもう嬉しくて、うん、もうやっぱりやってみたらまたあれもやればよかった、これもやればよかったみたいな、ちょっと準備不足も否めないところもあったんで、ぜひともしっかり、もし次の機会があれば、はい、しっかり準備してですね、そうですね、取り組みたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、今年は6年目に入りまして、年明けると、300回という、節目の会がまたやってきますので、その時にどなたをゲストに呼ぼうかなと、うん、我ながら一生懸命、考えてですね、当日迎えたいと思います。沖縄市でいうとカープタウン、広島カープが、セントラルリーグを見事制覇して、はい、神ってるという言葉が、ね、ありますよね、流行語として、大流行りしました。ですから来年の2月のキャンプは、カープファンが、カープ女子がどんと押し寄せてくるのを楽しみに期待してます。はい、来年ちょっと日本シリーズで優勝した日本ハムファイターズはキャンプアメリカの方というふうに聞いてますので、はい、逆に言うと広島カープの方に、お客様が集まっていただけると期待しています。ぜひともカープのですね、選手の皆様にもなんとかお時間作っていただいてスタジオにお越しいただけたらなと思ってますので、県出身の比嘉俊光さんが現在、広報から、編成というお仕事で球団職員としていらっしゃいますので、比嘉さんの力借りてですね、なんとか、カープの皆さんにスタジオにお越しいただけたらなと。そうですね、もうカープファンの方々はなんかゲストでいらしたことが何度かあって、それぐらいもう大盛り上がりだったので、はい、ぜひカープの方々にも来ていただきたいですね。お越しいただけたらなと思います。
日本シリーズの第4戦でしたかね、はい、こちらで放送終わった後、ミュージックタウンのパブリックビューイング、はい、見させていただいたんですけど、ちょうどゲームはもう延長戦で、ファイターズが勝ったというゲームでしたけど、すごい、盛り上がりで太鼓やらいろんなのをお持ちいただいてですね、応援団が盛り上がってたので、ぜひとも、カープファンとして沖縄市カープタウン、盛り上げていきたいなと。来年こそは、優勝旗チャンピオンフラッグが新建スタジアムにたなびくように期待したいですね、はい、今年や来年はセントラルリーグのチャンピオンフラッグが一つたなびきますので、ぜひとも、日本シリーズのフラッグも2本揃うといいですね。そうですね、はい、期待しています。頑張ってください。はい、はい、こちらの方にもお越しいただきましたけど、ビッグ開発が社会人クラブ選手権大会で見事日本一ということで、県勢の日本一でいうと高校野球も今年はちょっと芳しくなかったんで、ビッグ開発さんのこのニュースが大きなニュースとして、でまたこちらに主力選手3人お越しいただいてお話聞きました、はい、聞く機会ありましたんで、ぜひ来年もですねご活躍を期待したいと思います、はいはい、日本ハムの OB の糸数選手もお越しいただいてお話伺いましたけど、やっぱなんか引退してからパワーアップしてましたね。そうですねもう筋肉もすごくすごい胸板でしたね身長はまあ前から高いのは分かるんですけど、100キロあるそうですね。筋肉質で100キロですから、すごいですね。すごいですよ、もうお仕事がもう筋肉を使うものですからねそうですね、ダイビングショップで、海外からのお客様でも大にぎわいというふうにおっしゃってました、うん、さあ今年また、初めての試みとして、私が水曜日に直接スタジオに来れない週に、大峰さんという方、はい、4回土曜日か日曜日に前撮りして、水曜日に放送するというスタイルをさせていただいたんですけど、はい、もう何て言うんですか、博識で、あーもう A といえばスッと帰ってくるし映画の話で音楽の話、その他政治経済の話まで本当にすごい人ですね。そうですよね、もう確かに何か質問するとたくさん返ってくるっていうで大峰さん自身あまりなんか緊張してるみたいなことを言ってるんですけど、実際話してみたらどん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 喋るって、ね、不思議なおじさんで、あれで番組で流せないようないわゆる下ネタもまた大好きで上手なんですよあ、そうなんですか、はい、もう本当に困ったおじさんでこれからも来年もですね、私がちょっと水曜日にこちらに来れないときは、大峰さんの力借りて、放送していきたいと思いますので、どうぞご期待ください、はい、今ごめんなさい、はい、どうぞ。収録はいつもこの土日のお昼頃にやるんですけど、やはり生放送で夜やるときとは雰囲気が違いますかね。私自身はそうですね、まあ撮り直しせずにそのまま60分流して撮ってるんで、流れとしては一緒の感じですけど、やっぱ気楽ですね。あ、やっぱりそうですよね、その辺はありますね。もう今回はもういろいろ、まあ、実況中継もそうですけど、収録放送とかいろいろ番組に関してもいろんな試みをした1年になりましたよね。いろんなパターンやってきましたね、はい、ぜひまた来年もいろいろと勉強しながらやっていきたいと思います。で今年は今も、ヒット上映中ですけど、沖縄を変えた男、はい、ね、亡くなられた蔡弘義先生の、人生の映画化だったんですけど、こちらでも、吉本の島袋忍くんが、ね、あ、はい、役者としてデビューして出演していましたね、はい、ちょっとまあ
昔の彼を知ってる私たちからすると、はい、オカマ役の彼は不思議な感じでしたけど、まあ、彼自身にも、スタジオに来ていただいてお話を伺う機会があったんで、給料もらったかな。いやどうですかねそこはもうこの同級生、はい、ご子息さんのもう同級生としてもうボランティアで来たという感じかもしれないですね。一応映画がヒットしたら払うよという約束だったらしいんですけどヒットしてるんでもらえたかなと思いますがどうでしょうか。でちょっと先日、こちらに富城高校 OB の岸本さんにお越しいただいた時にお話を伺ったんですけど、まあ、富城高校時代には映画の中であるような、ビンタとかはもうなかったというふうに、おっしゃってましたね。だからまあ沖縄水産に移った後はあったのかなという感じで言ってましたけど、ちょっと映画はまあそのいわゆるビンタの暴力シーンに関しては誇張されてるかなという感じは私たちも見ててしたんですけど、まあ、表現の一つとしてちょっとアレンジは加えられたりとかもしますけどね、そういった感じで、野球映画もヒットしました。で大峰さんといつも話するんですけど、だいたい週末近くなると今週末はどの映画見に行くというような感じでですね、お互いに情報交換しながら、映画館に、彼は60歳になったんでもういつでもどこでも1100円で見られると言って威張ってましたんで、はい、土日でも1100円って言ってましたんで、また楽しい映画見てきた話を、一緒に放送できたらなと思います。今年は私も、結構映画館に足運びました。先日はあれなんて言ったっけ、ジャック・リーチャー、ジャック・リーチャー、トム・クルーズ、はい、トム・クルーズのアクション映画見てきたんですけど、あれはびっくりしましたね。僕はどちらかというとトム・クルーズは恋愛映画とかに出ているイメージが強かったので、あんなアクションがすごいとはびっくりでしたね。あとは念願のケンさん、ケンさん見てきました。高倉健さんを、はい、中国のですね、俳優さんが健さんのこの生きてきた後を追っかけると、インタビューして追っかけるというような映画だったんですけど、アメリカの、マイケル・ダグラス、ブラック・レインで共演した彼とかですね、高倉健さんの妹さんが、インタビューに答えると、まあ、そういう公の場所に出てお話しするのは初めてだったらしいんですけど、妹さんがもういわゆるなんていうんですかね、私人としての高倉さんのいろんなお話をなさってたのが非常に印象的でしたね。なんか仕事の都合でお母様が亡くなられた時に告別式に参加できなくて、2日3日遅れて福岡に帰ってきて、でその時もしばらく誰も部屋に入るなというようなお話をして、一人で、仏殿に向かってなんかお話しなさってた。で自分たちはそれを隣の部屋でもうずっと彼が出てくるのを待ってたというような妹さんのお話が非常に印象的でしたね。エンソさんは、はい、映画はいかがですか。映画の方はもう行ったことがないですね、ほぼ。ただ興味があるものとかはなんか行こうかなと思うんですけどどうしても足運ぶことがないというのが、ただ最近この近くにイオンモールライカムで映画館がありますので、はい、もういつでもちょっと行ける状態にはなったので、はい、今年はもう終わるんですけど来年こそはちょっと映画館に足を運ぼうかなって思います、ね、ぜひお願いします。もう本当は歩いていける距離なんで非常にいいですね。この1年でですね、はい、BS 放送の映画
もう含めて数えてみたら500本を超えてましたね。500本も見て、私見た映画の数がですね、自分でもびっくりして、いつ寝てるんだろうと思うぐらい、うん、もうまあ、大好きなアクション映画から、はい、歴史ものに飛ん で先日見たのはネブラスカという、はい、おじいちゃんが宝くじに当たりましたという、まあ、いわゆる言えば詐欺商法みたいな案内を見て、その当選金を100万ドル受け取りに行くというのを、息子さんがもう嘘だよと言っても聞かないお父さんを満足させるために一緒についていくというような映画だったんですけどね、まあ結局帽子一つもらって帰ってくると。ただもうその旅行の中で今まで疎遠だった二人が、いろんな会話しながら、まあ、つながりを取り戻していくというような内容の映画だったんですけど、あれは、まあ、あえて白黒で撮っている映画だったんですけど、良かったですね。ああいうなんかアクションは全くないんで、おまけに俳優さんも、まあ、言えばほとんど知ってる人がいない映画の中で非常に良かったですね。今ちょっと調べてみたんですけど、2013年に公開されて、でそれでいて白黒で表現してるっていうのはちょっと珍しいですね。2013年って本当にもう最近ですよね。そうですね、非常になんか印象的な映画でしたね。他に何か印象的な映画とかってあります？今年はまあ、高倉健さんの映画が何本か見直したんですけど、はい、海峡、はい、青函トンネルを掘る人々の、物語なんですけどね、あれが、亡くなられた森重久弥さんがこの何て言うんですかね、穴掘りの大将みたいな感じで、高倉健さんは鉄拳公団の職員と。で掘り進んでいく中で、吉永小百合さんであったり大谷直子さんであったり、いろいろと絡んで、三浦友和さんがまた渋い役どころ、若い役どころで、頑張ってましたね。あれはなんか高倉健さんがトンネルが開通した時にガッツポーズするんですよ、はい、本当拳を下からグググって突き上げてくるような感じで、でまあそれはいわゆる台本にはなかったんだけど、本人はもう映画の中で自然とやってたと。あ、うん、もう自然に出たアドリブの部分になる、はい、で本人もちょっと照れながらやったら、ちゃんとカメラマンはそれを捉えていて、でしっかり映像として残ってたということで、さすがカメラマンすごいなというような、ね、もういいところ撮りますね、はい、やってましたね。で、それとか何でしたっけ、君よ憤怒の川を渡れという映画ですね。あれもいや日本よりもむしろ中国の方でヒットしたという映画でしたね。でさっき話したケンさんという映画の中に、この映画で共演した中野涼子さんがインタビューに答えてましたけど、この間またテレビで薬師丸ひろ子さんが彼女の中学生14歳か15歳でデビューした映画が、野生の証明で、その時に共演したのが、高倉健さんと。でも一番最初の映画で高倉健さんと共演したことが自分の人生を決定づけたというようなお話をしてましたね。で健さんが、最後になった映画あなたへという映画の中に、初めて聞いたんですけど、はい、薬師丸ひろ子さんが行きつけのラーメン屋さんを一緒に、あれ福井富山ロケにそのまま行って、皆さんにラーメンを振る舞ったというようなお話を
やってましたね。で今年ですね、はい、11月12月立て続けにコンサート行ったんですよ。コンサート、はい、いきなり話は飛ぶんですが、で、11月が南こうせつ、伊勢正三、森山良子で、12月が、元吹きの塔の細坪元吉ということでコンサート行ってきました、うん、やっぱりいいですねコンサート、はい、うん、ではその、コンサート、元吹きの塔細坪元吉さんの歌を聴いてください。お願いします。
はい、フキノトウで青空聞いていただきました、この歌もコンサートで、細坪さんが歌ってました、やっぱりほとんど毎年沖縄に来てコンサートしてるらしいんですけど、歌った歌は全部メモしてると。ですから、ダブらないように気をつけてますというふうにおっしゃってましたね。あ、もう全部メモして覚えてると、はい、沖縄で何歌った何歌ったっつってきちんとメモしてるんで、まあアンコールで、何でしたっけ、優しさとして思い出として、あれはもう本当に18番だと思いますんで、あの歌はおそらく毎回歌ってるのかなと、最後にどんな感じで聞きましたけど、この歌も久しぶりに聞いて、ああいい歌だなやっぱりと思いながら聞いてましたけど、でそのコンサートにですね、はい、私いつも通り裸足に草履で行きまして、はい、品種を買いまして他に草履の人を見つけてきたら、はい、許すと一緒にそばに座ってもいいと嫁さんに言われて一生懸命探したんですけど探せなかったです。はい、やっぱ草履結構すごい楽なラフな感じで聞きたいという気持ちがあるんですかね。まあそんなハイカラな考えはなくて、ただ単に草履で行ったというレベルの話だと思うんですけどね。いやでも自分も多分草履で行きますねなんか靴で行くよりかはこの本当にちょっと草履というラフな感じで、はい、その音楽コンサートを楽しみたいという気持ちは出てくると思います、はい、こんばんは。入ってますか。どうぞ、今イラメナ聖輝さんがデートから戻りました。ありがとうございます。いや楽しかったです、はい、今年1年いろいろとお世話になりましたいいえこちらこそお世話になりました、はい、さっきあの実況中継のお話してたんですけど、はい、小田新金スタジアム新金の、はい、いえいえもうあれは僕も今年の中では思い出深い出来事の一つですありがとうございます。ビッグイベントまあねちゃんと成功できたんで、はい、さっきあのエンスさんとも話してたんですけど、はいはいはい、ぜひ来年もやりたいなって。いやあれ僕すごい緊張してたんですよ野球のしかも少年野球の実況なんてやったことないですからそれもどうしようかな、もう甲子園見ながらちょっとこう勉強しながら行こうかなとか思ってたんですけど、東明さんがもうそこはもう実況も解説もしていただいたので僕はもううなずくだけで、本当に実際現場の雰囲気はどんな感じでした、なんか実況してみて。すごく楽しかったですね。東明さんがいろいろ講座新金 の、うん、あの方とかゲストをたくさん、はい、呼んでいただいて、入れ替わり立ち替わりそうでしたね。途中試合の実況しないでゲストのおしゃべりが中心になっちゃったりして本当でしたね。いやもうそんなのも楽しくて、もう本当ラジオ局らしいなといったところで、いやー小座新金でもあれ以来行ってないですねそうですか、行く用事がないですよね僕は。ぜひじゃあ早速週末から土曜日から、はい、少年野球大会が始まりますので。あそうですか、はい、ぜひ遊びに来てください。あでもトムさんもまたグラウンドで忙しいんじゃないですか、はい、今回また。いやいやいや、おそらく審判してるかボケっとしてるか昼寝してるかのどちらかだと思います。いや今度はそのトウメさんの審判されてるちょっとラジオとは違うトウメさんちょっと見てみたいもんですね。ぜひ遊びに来てください、はい、お願いします。お邪魔させてもらいます、はい、聖輝さんは、はい、今年、はい、お父さんになられたということで。そうですね、はい、まあ私はお父さんに、トメさんはおじいちゃんになられたということで、はい、近いんですよね。僕うちの娘とトメさんたちのお孫さんと。うちは、はい、5月20日ですよね、うん、僕が4月27なので、まあ、ちょうど約1ヶ月ぐらいですね。どうですか、もうハイハイとか知ってます？まだですね。あまずか、うちもまだなんですよ、はい、うちの孫はまあお母さんのおっぱいが美味しいんでしょうね。もう丸々と太りましてはい、はい、10キロにちょっと届かないぐらいで。あ、大きいですねそれは寝返りはもう上手なんですけどね、はい、まだハイハイしないですね。うちの子がなんか、興味引きそうなものを前に置いて、はいはい、一生懸命ハイハイさせようとしてるみたいなんですけど動画見る限りではなんか同じ場所で泳いでるようなそんな感じですね。今年の正月はちょっと楽しみですね。そういった意味では。で、ね、あじゃあまだ娘さん。いやうちも全然まだまだ何もしなくて、同じ時期に生まれた赤ちゃんの方を見ると、嫁がその
産後マッサージだったりなんかそのベビーヨガっていうんですか、なんかそういった教室に通ってるんですけど、周りの子はもうハイハイしたり、早い子は捕まり立ちしてるらしいんですよ。でうちの子供はやる気がないなって言ってちょっと心配してたんですけど、まあでもただ聞いたらやっぱりまだまだそんなもうゆっくりだからって、はい、慌てずにゆっくりゆっくり子供のペースで、そうなんですよ、育っていくのを大人そばから見ていて、はい、いいんじゃないですかね。もうハラハラしてるだけですもん、こっちはもうお父さんができること何もないですもん本当に。やっぱりどうしても自分の子供より進んでるって言ったら変ですけど、はい、子がいるとちょっとうちの子遅いんじゃないかとかね気になるんですけど、そうなんですよね、まあ、そんなこと気にせずにしっかり食べて、はい、飲んでぐっすり眠ってそうです、ね、行けばいいかと思いますけど、この今週末クリスマスがあるんですけど、ゼロ、うん、歳児にクリスマスプレゼントってどうしたもんかなってちょっと実は考えていて、何をあげてもこう口にこう、ね、食べちゃうもんですから、食べられるものといっても限られるしなと思ってちょっと今頭を悩ませてるところです、うん、エンさんはいかがですか。いや自分はもう子供とかいないので、まず彼女から、そうですね、うん、ただなんかこの先ほど言いましたなんかヨガだったり、うん、結構やっぱし生まれた後はそういったことをなんか積極的にやられるお母様方もいるという。赤ちゃんのヨガなんですか、みたい。ベビーヨガ、ベビーヨガって言ったらお母さんも赤ちゃんも一緒にこう赤ちゃんをこうマッサージしたり、お母さんも先生から習いながらやったりって、なんかこれちょっと地域ものなんでしょうけど、うちは灰原町に住んでまして、うん、その灰原の役場かなから案内が来て、うん、ぜひやってみませんかっていうことで家の近くで公民館かどうかでやってるんですよね。週1回ぐらいのペースでやってて、まあ楽しいみたいです。もうお友達はできてます。そうですね、そのママ友っていうんですかね同じ頃に生まれた子供をお持ちのお母さんたちからいろいろ情報交換なんかをして、あでもないこうでもないってやってますけどねもう本当に僕はもう何もできることがないというかそんな状況です。はい、すいません、ちょっと私のことで。スタッフ家族がね入るというのは本当に楽しいことですね、はい、いやもうそうですね、もこれからもますますお父さん張り切って頑張って、2016年はいい年でしたのでもうちょっとありますけど、トムさんはこの2016年振り返ってみてこれだっていうのは何かニュースは。僕もやっぱりこの孫の誕生ですね、はい、はい、でまあ仕事でいうともう何という年だと思うぐらいいろんなのが降りかかってきて、うん、今日も朝は原曲行ったんですけど帰りはとぼとぼ帰ってきたみたいな、そういった意味ではこの2016年トメさんもお仕事の関係でラジオに来られなかったりっていうことも何回かありましたよね。エンさんにお願いして土曜日曜に収録して水曜日に放送すると。本当今年は、まあ、夜勤が増えて、昨日も10時までだったんですけど今日ももしかしたら、うん、その夜勤の方が休むと僕が変わらないといけないということで、はい、お昼過ぎに彼が出てきたんで安心してそうですか、うん、やったんですけど、まあその後いろいろありまして、もう今日もスタジオに滑り込みでね、あそうなんですかちょっとエンスさんに迷惑かけたんですけどけど、まあここで、先ほども話したんですけど、はい、おかげさまで6年9ヶ月、はい、で2100人超えるお客様に、お越しいただいて、来年3月には300回目を迎えるということで、うすごい、うん、なんとかモーリーさんの背中を追いかけながら、いやもうなんと大ボラを吹いてしまいました。ゲストの数で言ったらもう20倍ぐらいいってるじゃないですか、ね、2100人ですか。2100人超えましたね。そんなにゲストの人数を抱えてる番組もそうそうないですよまあもう子供たちがね、まあお二人はよくご存知だと思いますが、はい、始まる前に脅かしといてスタジオ入ったらあとも仲良くやろうというような感じで。そうですね、
いやあのもう大体もう前も少しお話しさせてもらったかもしれませんけど、うん、僕と塩素さんは大体もうあの子供たちが集まってくるとあこいつら今日やられるなっていうの大体もうなんかもう僕らが言うわけにはいかないので、うん、もう遠くから 見守ってた遠目さん来たら大変なことになるなってニヤニヤしてるんですけれども、いやでもそう考えるともう子供たちもじゃ まあ小学校を卒業して、うん、中学を卒業してまた高校に行ってっていうような歴史がそうですねありますよね。小学校の時にいらした子が中学生になってくることもたまにありますよね。ああ、はい、ね、あで、あの第1回の放送に出た子たちが来年3月に高校卒業ですね、うん、はい、そんな感じでもうほとんどその沖縄でやってる少年野球の子供たちは東明さんのことみんな知ってるんじゃないですか、そういった意味ではまあせめて小座ぐらいだったらね、まあまあまあ沖縄じゃないとまあまあそうですね、さっきのイオンライカムとか、はい、映画見に行っても見知らぬ少年が会釈してくるとか、はい、あるんでえっと思いながらもうこちらも返してますけど、いや、うん、気抜けないです本当ですよ。そうか、いやいいですね、もうトメさんの背中をこう見て育っていく少年たちがいるわけですからね。そうなってほしいですね。うん、そうか、はい、じゃあここでスポンサーからのお知らせを聞いてください、お願いします。はい、ヒッティングチャンス290試合目は、今年最後の放送ということでスタジオから、FM 小座のスタッフの塩素さんと正規さんと一緒に3人でお送りしてます。忙しいですね、那覇から駆け足で。はい、さっきコマーシャル中にお話しさせていただいたんですけど、うん、ちょっとあの他局の手伝いで、うん、水曜日はあの夕方那覇にいるもんですから、うん、それ終わって小座に向かってきてるんですよ。朝はこっちに来てるの？あ、いえ、僕は塩素さんと同じく夜勤なので、うんうん、あのまあ、通常であれば夕方からあ、まあ、ラストまでっていうことなんですけど、もう那覇が一番混む時間なんですよ終わるのが6時なんですけど、ね、片付けしてなんやかんやで6時半ぐらいに国際通りを出るんですが、うん、1時間はどうしてもかかりますね。国際通りからだと高速に行くのもまた大変だし、いやもう西原から乗ってます。もう那覇まで行っても首里まで行くのがどうかなと思ってですね、はいはいはい、沖縄南インターはすぐ出られました？
あの出口がちょっと混む時がありますね、今日は比較的スムーズでしたけれども。私は6時過ぎに南インター出ましたけど、はい、それでもやっぱり信号2回待ちぐらいあれでも高速のあの料金所の方って大変です ね、 本当よね、あの車の列見たらもう大変ですよね。僕山内のほら、はい、トンネルになってるところがあるじゃないですか、はいはい、ええ、あそこから左車線が並んでるのを1回だけ経験しましたね。うわ、ええ、あそこからですか、あれびっくりしたの、何か事故かなと思ったら左側に結局沖縄南インターに出る車がずっと並んでるんです、ね、それはちょっとあれはびっくりしましたねでもこればっかりはもう前情報ないですからね、交通情報なんて言ってもなかなかそんな、まあ、しょっちゅう聞いてるわけでもないですしね、うん、から西原入るときに沖縄北と沖縄南は出口混雑というような掲示板は上がってましたね。掲示板が、うん、はいはい、でも年末に差し掛かってますからもうだいぶ道もこれからは混むでしょうね。エンスさん、はい、今年は、水曜日は今日が最後ですから、はい、27日まで放送は、そうですね、27日の夜の芸人さんの番組で一応他の各パーソナリティさんの番組は今年最後の放送になりますね。で28日以降は、28日がまあお昼は大掃除をさして、放送は、放送自体はスタッフによる特番、年末特番を予定しておりますね。うわ楽しみだ。こちら大掃除した後にスタッフが全員スタジオに入って、うん、ちょっとトークをして、で今年最後の放送を終わるという感じで、うん、ただその後も、収録放送なり、うん、なりとありますので、まだまだこのラジオはちょっとお休みするんですけど、うん、放送自体はやりますので、うん、まだまだたくさん楽しい放送が年末年始もございますね。2人1週間どうするんですか。そうですね、年末まではのんびりしたいですね正月はちょっとまたあちこち行かなければなりませんから、まあでも三が日休める放送局っていうのはちょっとありがたいもんですよもう本当に。ああそうなんだ。放送局ってなかなか普通休みはないですからね。まあそうですよね、いわゆる年末年始といえば、うん、まあ特番だったりとか、このスペシャルな企画をやることが多いので、はいはい、カウントダウンなんかやったりして、うん、こちらはカウントダウンコマーシャルですからねその時間帯はうん、まあまあでも2016年もあっという間ですね本当に。あの僕このやり始めの頃思ったのは、いわゆる他の局でやっているなんていうんですか、ラジオカーっていうんですか、はい、まあ、ラジオカーじゃなくてもどっか街角からはい今どこにいますみたいなやり取りを当たり前にやってるのかなと思ったんですけど、それはあんまりないですね。いやなかなかコミュニティはもう地域放送ということもあってですね、やっぱり遠くまで行って中継するっていうことはないです、うん、近場で電話をつないでっていうのはDJ モーリーの番組でたまにやったりしてます、ね、何でしたっけ、交通情報、はいはい、身近な交通情報電話入れてね聞いてますよね。そうなんですよ、またスタジオから見えるこの330の状況なんかを伝えてますけれども、DJ 森この間の金曜日休みやがってですね代わりに僕やらせていただいたんですけども、なぜ休んだかというと、 FM 小座の電波がどこまで届くのか、うん、自分で体験して調べるんだって言って休んだんですよ何をやってる、そんなのこっちにやらせなさいよっていう話なんですけどそしたらなんとですね、新都心のあたりまでだからちょっと聞こえるらしいんですよ、うん、で北は嘉手納、うん、とか、まあ、読谷の一部になるんですかね、ちょっとまあ高いところ低いところあるんでしょうけれども、うん、新都心までそんな番組通ってるって言われると逆に緊張しちゃってですね、うん、まあ、沖縄市だから緊張しないっていうことはないんですけどなるほど。僕はやり始めの頃に最初の担当だった小木堂さんっていう方に教えてもらったんですけど、ケラマにヘビーリスナーがいらっしゃる、うん、であの時初めて聞いたんですけど、曇りの日がよく聞こえると、はい、そうなんですか。晴れると電波はそのまま天に抜けちゃって聞こえないけど、曇りだとこの雲に当たっていくんでケラマでもよく聞こえると。そんなことがあるんですか、うん、だからケラマで
あの曇りの日はいつも聞いてるという方がいらっしゃいますよって話聞いたことありますね。それはまだあのいわゆるこのなんていうんですか、スマホで聞くというのがまだない時代、あの、はいはい、FM 講座もこっちに移ってからですよね。そうです、ね、そういうのをやり始めたのね。最近はインターネット放送っていうのがどこでもやってますからね。本当すごいですね。今日あの来るラジオで聞いたんですけど、なんつスマート家電、はい、スマート家電で、あのいわゆる、今言ったスマホを使って、テレビを録画したり、はい、そろそろお家に着くから、クーラー入れといてとか、はい、ヒーター入れといてとかいうのがもう流行ってるけど、逆に言うとこれがあのパソコンと家電が合体しているのでハッキングされると。あーもう電波で、うん、勝手に人の家のテレビつけたりとか、テレビ見てると、そう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 、テレビに勝手に脅迫状金払えみたいな出てきたり冷蔵庫が迷惑メールを送ると。冷蔵庫ですかだから冷蔵庫がもうパソコンのなんていうんですか起点になって、そこからメールが発信される。うわなんか、まあ、そういうもう全然想像もつかなかったような犯罪がもうすでに始まってる。ちょっと感じがつかめないですね、不思議な世の中。それで言うとそのお買い物、インターネットで買い物なんかよく最近できたりするらしいんですけど、はいはい、それをあのボタン一つでその商品を注文できたりするようになるんですって、はい、あのその例えば、まあ、洗濯機の洗剤用のボタンが家にあって、うんうん、あそれをピッと押すと勝手にネットでちょっと注文して、あその業者が持ってくると。もう洗剤頼むんだったら家にいながらこのボタンを押せば頼めると、うん、あとはもういろいろあるんでしょうけれども、なんかそうなってくると本当外出なくなるなと思ったりしてですねあの何でした、あのドローンでした、あ、撮影のヘリコプター、 あれがなんかそういう配送する時代が近づいているような話してましたよね。無人機で、うん、うわどうします、トメさんのお家にピンポンってそのヘリコプターが荷物持ってきたら、あの今一つ前の話で思い出しましたけど、はい、買い物ぐらい外行けとかってあの、さだまさしさんが歌で歌ってますよね、はい、あそうですか、関白宣言の、はい、もう一つなんかもう一つの関白宣言みたいな歌があって、うんまあ、有名なやつ以外にもう一個あるんですか、はいはいはい、あの関白宣言じゃなくてこのカカア殿下みたいな方があってもうずっとテレビショッピングばっかりしてるんで買い物ぐらい立って歩けみたいなさだまさしさんらしい歌ですね、はい、そういう、思い出しましたね、まあ、便利な世の中にはなってますけれども、うん、ちょっとでも慣れないですね、小沢の街もなんとかこのシャッターが上がるように努力しないと。そうですね、この奥もね、何でした、コリン座も、はい、来年ですか、図書館に変わるんでしょ、はい、そうですね、うんうん、図書館が入るらしいですね、うん、今なんかちょこちょこ工事やってるみたいですけど、うん、ちょっと外から見えるんですけど、うん、いつオープンですかね、まあ、来年度になると思いますけれども、そういった風に動けば街がどんどん動いてくれば楽しみですね、うん、そうですね、うんうん、さてお二人年末年始のご予定、さっき少し伺いましたけど、エンスさんどっか旅行行く予定ないですか。いやもうさっきあんな話した後で何なんですけど、多分家にじっとしてるんで。ああそうですね。稲見さんは年始回り他には。そうですね、年末まではゆっくりして、年始回りはちょっといろいろありそうなので、あの時間は空けておきたいと思います。トメさんはいかがですか。私もおそらく掃除でしょうね逃げられないでしょうね。ラジオ関係の書類の整理なんていうのはやったりしてるんですか。あなかなかパソコンに打ち込んではいますけど。ああそうですか。プリントアウトもしないんで整理のしようもないですね、まあ、パソコンにあればですね、はい、安心してるんですけど、はいはい、本当今年一年お世話になりました。いえいえこちらこそありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。皆さんも年末までしっかり頑張ってください。はい、ヒッティングチャンス、この番組はオリジナルプリントショップタカ、有限会社フソ工業、中野町居酒屋グースタイル、エナジックグループ京都屋クリーニング、安心と信頼の小座自動車、心のお仕事チムワザグループ、ベースボールプロショップ大野山スポーツ、以上各社の提供でお送りいたしました。本当スポンサーの皆さん1年間どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。